えー、時間です。始めたいと思います。皆さんおはようございます。ちょっとお疲れのご様子ですかね。えっ、ー、と皆さんよくあのお集まりいただきましてありがとうございます。あの13日の金曜日。 お日柄もよろしいのですけれどもやはり金曜日の午前中というのはなかなかあの出にくい時だと思いますけれどもにもかかわらずこれだけたくさんの皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます私あのこのセッションのモデレーターを務めますまあのこのセッションの企画をして実際ここでお話を皆さんに伺うという役目を仰せ使っています山岳連携推進機構の瀬野尾と申しますどうぞよろしくお願いします えと今日あのこの出題どうなっているか、まず私がちょっとここで、えー、貴重お話、まあ、といいますか、この趣旨をお話をさせていただいて、その後、えー、ご登壇いただくパネリストの方々にそれぞれポジショントークをしていただく、すなわち自己紹介を兼ねて、えー、とここで、えー、サイエンスとコンテンツの交流に関して思っていることをお話しいただく、で、えー、それがあ全員終わったところで、えー、着席をして、えー パネルディスカッションに入ると、こういう順番で進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず最初に私の方から、サイエンス・コンテンツ・イノベーションの可能性ということについてお話をさせていただきたいと思います。先端科学者とクリエイターの総合交流を加速すると題しました。 えーとこれはどういうことかといいますと新しいアイデアというより実はこれは私が、えー、とここ10年来温めてきたアイデアであります。といいますのは、えー、と私は,あのおーは自身はですね完全な文系社会系ビジネスモデルの研究者。 でありますけれどもイノベーションということに関わってくると非常に面白いことに気がついたんですねそれは何かというと先端のサイエンティストそれから先端のテクノロジーを扱っている技術者の方々すなわち科学者技術者の方々とまあざっくばらな話をしていると非常に多くのコンテンツの話が出てくるんですね。例えば小さい頃 まあ我々上の世代の先輩の科学者の方々は鉄腕アトムに結構影響を受けたとかですねそういう話されるし今あの教授クラスの方は意外とガンダムオタクの方が多いとかですねえそれから最近の若手は甲殻機動隊とともに育ったとかそういう方が結構いらっしゃいます。もちろんあの小さい頃にジェラシックパークを見てえそれでえ いろんなあの生物の遺伝子に興味を持ったなんていう方もたくさんいらっしゃいます。そういう意味では、えっとサイエンスとコンテンツがあるところで、実はえっと交流をしているということに気がついたんですね。で、えっ、ー、とこういう企画を立ててですね何をやりたいかというと、先端の科学者のことを。 えと先端のクリエーターの方々が、えー、もっと知ったらその科学知識あるいは技術の動向を知ったらもっともっと、えー、想像力が刺激されるだろうまたあのその逆もあって、えー、とその想像力を今度は、えー、とヒントにいろいろな研究方向が生まれるんではないかということがありますさらに加えてこれがですね、えー、と企業の R&D の関係者の方々がそれを捕まえたら これまた面白いイノベーションの方向に発展するんではないか。それにこれは新しい方向ですから当然ベンチャービジネスが絡んでくると。そこが を見通して今度はそのファンディングその他が動くとこれは実質的に科学あるいは技術からですねコンテンツが媒介となって新しいイノベーションが生まれるのではないかその方向性を示してくれるのは実はコンテンツではないかというようなそういう循環が生まれるというふうに考えましたでえっとそもそもですね 今の時代はどういうふうに受け取ればいいのか極めて私はあの社会系文系の人間でな、えー、という区分けがいいかどうかそういう区分けが正しいかどうかは別にしてそこから見るとこんなふうに見えていますもちろんこの新しい地というのは、えー、何だろうかということがあるわけです新しい地が求められているこれに異論がないがは少ないと思うんですけれども えー、この時にですね私15年ほど前に、えー、こういう地ののモードとというのを提案したことがあります、えー、例えばこの棒がありますねこれを分野だというふうに見てみましょう例えば左側から、えー、例えば物理学 化学生物学うんぬ、うんうんというふうにも言えますしあるいは、えー、もう少し細分化した電気工学と何とかだかんとかていうふうにも言えるかもしれませんあるいはこれはビジネスで言ったらビジネスのそれぞれの事業領域という見方もできるかもしれません、まあ、いろいろな意味で一般的なあのこういう分野があるという時にここに新しい地が創出されるというのは一体どういうことだろうかということを考えた時に6つのタイプがあるということに私は気が付きました。 1一つ目は何かというとこれはですねアドバンストないしはフロンティアっていうことですね既存の地を、えー、とさらに先延ばしにしていくということですこれ先端地というふうに呼んでいいと思います、えー、私が東大の東京大学の先端科学技術研究センターにいた時に、えー、そもそも先端っていうのをアドバンスというふうに、えー、訳しているんですけどあれアド,アドバンスだけでいいんだろうかというふうに考えたところからこれ始まりました それ以外にいろいろあります二つの領域をくっつける、またぐこれをインターと言いますインターディスプレネアリーと言いますけれどもこれを学際地というふうに言っていいと思いますところがそれだけではありません二つの領域の間に空白がありますこの狭間を埋める地をなんというかこれを日地、観劇地というふうに私は呼びました ここに入って出られなくなることをニッチもサッチもいかないというのは皆さんよくご存知だと思います。あんまり受けないから先にいきます。<laughs> 次がですね、何と言いますか、ある分野がウィングを伸ばしていくと、他の分野と実は重なり合い始めるというのがあります。これ、右端の2つを見ていただきたいんですが、これがフュージョン。 とといいう,うに言えると思いますこれを融合値と私は呼びましたフュージョン・ミュージックというのは皆さんご存知だと思いますポップとジャズのお互いが、えー、とウィングを伸ばしていってフュージョン・ミュージックになると、まあ、リリー・イントラーだとかああいう世界ですね、えー、ここに入ってきますそしてもう一つがありますそれは何かこれらの分野を横断的に、えー、見ることができるこれトランス・トランス・ディスプナリーというのはこの横断値ではないかということであります そして最後にですねもう一つありますそれは何かというとこれら全,全般の一つ上のメタレベルということですねこれを上位置というふうに私は読みました、えー、村上陽一郎先生がその時にですね瀬野さんこれ上位置というよりは不完置と呼んだらどうだっていうサジェクションをいた,だいたんですが、えー、まだは私は踏み切れずに上位置と不完置と両方を使っております。 まあこの6つがですね新しい知の領域の形成の仕方だ。だこれ学会で報告しての以降7つ目が出てきてないんで今のところこの6つだろうというふうに思っておりますで今回ですねのサイエンスとアートというのはいわばこのどれにも当たりうるんではないかというふうに思ってますサイエンスとコンテンツの融合がいろいろある例えば先ほどのこの分野をですねコンテンツの中だけでも考えてみてもいいかもしれません 小説とアニメとコニューと,、えー、とあるいはゲームとっていうのでもあるでしょうしいろんなものがあるということが言えると思いますさあ、えー、ところが人間の地位っていうのはもちろんここまで文化するっていうのはいろんな時代がありました、えー、もちろん私は最初はですねこれはサイエンスでもありそしてアートでもあった時代です こういうものが例えばエジプトに行きあるいは南米のナスカの地上絵になりとこれらは何を意味してるんだろうかあるいはイギリスのです、ね、この石の群それからエジプトのピラミッド というようなものがあります。こういうものも全てアートでありサイエンスでありというようなものであります。それから例えばですね、我々が星座を見たときにその星座に必ず物語がくっつく、私は野尻宝永さんの大ファンなんですけれども、小さい頃大変影響を受けました、ギリシャ神話と星座の話みたいなのがあります。さらにそれがですね ルネッサンスになっていくとどうなっていくかその頃にですね、えー、いわばこのサイエンスとアートないしはコンテンツのピークが来ますそれがご存じのとおりレオナルドの世界だとこういうふうに思うわけであります。でレオナルド・ダ・ヴィンチが出してきたものはですね左側は極めてサイエンス右側は極めてアートないしは当時でいうコンテンツだったんではないかいうことになるわけですね。こかから実は文化が始まった分かれていった いいうことだとだ思います別れていって得たんですけれども折々にその融合はあります例えば、えー、と我々の身近に知っているのは例えばこういう世界ですね「ジュラシック・パーク」みたいな世界ですけれどもマイケル・クライトンこれを作った作者は医者ですよねお医者さんです医学を学んだ方です。えー、我々日本人だったらすぐ 川治先生の顔が浮かんでくると思いますこういうことです。日本だったらどうなるか、ねえー。鉄腕アトム、ガンダム、甲殻機動隊こういうようなものがずっとあります。さあ、こういうことは何を意味するか。サイエンスは作家の想像力を刺激し、コンテンツは研究者の想像力を刺激するという世界に行くんではないかと、こういうふうに思うわけであります。さあ、ということで、えー、これが、えー、とこのパネルディスカッションの、えー キーノートといいますか問題意識ですねこれに沿って今からパネリストの方々一人一人に実はお話を伺っていくということにしたいと思いますどうぞこれからの時間一緒になって楽しんでいただければそして考えていただければと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございます すみません私がまずご紹介をしなくちゃいけないんですまずですね科学者を代表してということで、えー、と現在人工知能に関する研究の日本の最先端を走ってらっしゃいます松尾豊先生にご登場いただきたいと思いますそれでは松尾先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、あの自己紹介ということで、えっと、10分ぐらい 話したいいと思いますであの、えっとまあ、コンテンツの話をあのいろいろしないといけないんですけどあの人工知能の話をもう結構したいので <laughs> あの、えー、ちょっと半分以上はです、ね、人工知能の話をあのさせていただきますであの、まあ、コンテンツの関わりっていうと,、まあえー、っと僕はあの、えー、比較的あの小さい頃から、まあ、SF が好きでずっと。 読んでてです、ね、あの漫画とかアニメとか全然あの小さい頃あんまり見てなかったんですけども SF の本はですねすごいたくさん読んでましたであのなんでまあ人工知能の研究を始めたかっていうとあの高校の時にも物理とか数学とか研究してあの研究とうかう勉強してですねすごいきれいな世界なんだなあと思って、えー、なんか世界がこういうふうに非常にシンプルな方程式で記述されてるのってすごいなと 思ったんですけど、なんかです、ね、いろいろ考えてるうちに、いや、これ本当なのかなと思って、ですね、単に人間がこういうふうに見てるだけじゃないかなと思って、ですねで、もしかしたらこういうふうに見えない世界もあるんじゃないかと思って、それであの、えーまあ、高校の受験勉強が嫌でですね、あの図書館に行って、まあ、哲学書をずっと読んでて、ですね、そうするとその認識の話が昔からすごく議論されてると。で そういうその哲学の,です、ねまああの古典みたいなのをです,、ね、すごく興味があって、まあ、読み漁さってですねそうするとやっぱりますますなんとなく我々が見てるこの世界っていうのは我々の認識にすごく制約されてるんじゃないかというふうに思ってもともとコンピューターが好きですね小学校の頃からプログラムしてたのでなんとなくです、ね、この人間のこの見てる世界っていうの自体をあのコンピューターで実現することができるんじゃないか。 ななんんととく漠然と思ってたんですねそうすると人間があの持っている認識の限界っていうのを、ね、何か超えられるんじゃないかというふうに思ってでそれであの、えー、大学3年の終わりにです、ね、研究室を選ぶ時に人工知能の研究室に入ってです、ね、でそれ以来ずっと人工知能の研究をしてます。であの今あの ちょっとディープラーニングという話を、えー、したいんですけれどもあの、すごく急激に人工知能の技術が進んできていて、まあ、今すごくブームになっているんですけれども、このディープラーニングという技術に関しては、まあ、なんていうか技術的なかなりのブレイクスルーで、えー、非常に短期間に、えー、大きな変化が起こっています。も、えっともとはです、ね、あの人工知能という分野は1956年からあの研究されているので、まあ、60年。 来年で60年っていう、ですね、まあ、来年で還暦っていう、まあ、そういうあの分野なんですけれども、あの今回、えー、人工知能のブームになっているのが3回目のブームでして、これまでもう1回目、2回目、ブームありましたで、そのブームの後には必ずです、ね、冬の時代が、えー、来てたんですけれども、今回のブームは、まあ、いろんな要因ありますけれども、技術的にまあ見るべきなのは、この、まあ、ディープラーニングっていうのがです、ね、出てきたということが非常に大きいのではないかというふうに思っています。 でこれは何かというとです、ねまあ、脳のようにです、ね、深い構造のニューラルネットワークを作る仕組みということです。で画像認識の精度が今すごい勢いでまあ上がっていましてで2012年です、ね、非常に、えー、その画像認識で精度が上がったんですけれども2013年ぐらいからは各国で投資合戦が激化していると。えー、Google、Facebook、えー、中国のバイドゥなんかがです、ねまあ、争って投資をしている世界です。であの どんな感じかというとですね画像認識の急激な向上左、左側に書いてますけれども、あの画像に写っているものがですね、えー、猫かあの犬かコーヒーカップかヨットかこういうのを当てるのがですね画像認識という技術で、えー、これはですね昔から人間はにはすごい簡単なのにコンピューターにはめちゃめちゃ難しかったんですね。であのえー、2012年当時、2011年ぐらいまではですね、 エラー率が25%ってですね、だいたい100枚あると25枚ぐらい間違って判定しちゃうってですね、まあ、そのぐらい使い物にならなかったんですけれども、それが2012年にはです、ね、ディープラーニングっていう技術が出てきて、これは16.4%まで,です、ね、間違い率が下がったと。その後、急激に下がっていまして、2013年には11.7%になり、2014年には6.7%になりですね。で、人間がやると何間違うかっていうとですね、 人間間がやると間違いますねそれに対して今年の2月にはマイクロソフトが4.9%今年の3月にはグーグルが4.8%ということで、えー、画像認識で人間の精度を超えたということですねでこれは結構すごいことで、えっとまあ、僕はいろいろ本とか講演とかでいろいろ主張しているのは人工知能の研究60年やってきてですねあの1箇所だけ詰まってたとこがあったと。 でほとんどの研究法がすごいいい研究だと思うんですけども1所だけできないことがあったそれが認識なんですね。でそのたくさん世の中にあるたくさんの情報からどこに注目するかっていうその認識ができなかったがゆえに推論の研究とか言語の研究ロボットの研究たくさんありましたけれども結局あの人間がその認識の部分を作り込むしかなかったとそうそううまくいかなかったということなんですけどもそれがですね今できるようになってきたと。 そうすると今までのです、ね、推論だとか言語処理それからロボットの研究こういうのもですね一気に進んでくる可能性があるとでもうそういう、まあ、あの兆候はどんどん現れていましてこのディープラーニングっていうのと強化学習を組み合わせることによってですねロボットがですねやってるうちに試行錯誤しているうちに運動が習熟してくるっていうことが起こるんですねこれもですね今までだったら人間がかなりその特徴量変数を定義しないといけなかったのがですね それを自分で見つけてそのコツをつかんでですねどんどんうまくなっていくということができるようになってきますでそうすると最終的にはですねあと僕10年ぐらいではあの言語理解言語の意味理解言葉の意味が分かった状態で例えば翻訳するとかですねそれから要約するとか、まあ、こういうところまでできるんじゃないかなというふうに思っています でまあ、これは僕は日本にとって非常に大きなあのチャンスだと思っていまして、まあ、いろんな産業分野に影響があるとで特にその製造業、ものづくりなんかに関してこの運動系の技術が進むっていうことは非常に大きなインパクトがあるんじゃないかというふうに思っていますでそのためにはですね、まあ、いろいろあの、えー、やっていかないといけないんですけれども、えー、これはいいとして終わってしまいました。 そうですね。<笑><笑>あのえっ、ー、と言いたいのはですね。あのまあ日本にとってすごくあの何、えー、ていうかあのチャンスなんですけれども、まあどういう社会を作りたいのか。例えばですね、自動運転っていう技術がありますと。でこれ事故を起こすんですかっていう話になるんですね。ででも人間も起こしますよと。 でも人間が起こすんだったら何か納得できるけど自動運転で事故を起こされると納得できないんじゃないかとかですねでそういうその人工知能の仕組みが社会の中で使われていく中で、えっと、我々一体どういう社会を作りたいのかっていうですねビジョンをもう一回明確に持つ必要があってですねでそれが僕はこのディープラーニングというですねしっかりした技術の基盤の上にどういう社会がありうるのかっていうのを描いていくことがすごく必要じゃないかと。 いうふうふに思ってますで、えっと、端的に言うと「鉄腕アトム」とか「ドラえもん」をディープラーニングをベースにして書いてほしいです、ね、<laughs> つまりですねあの今あのハリウッドなんかで AI のです、ね、AI とかロボットの,あの、えー、作品たくさんありますけどもまず技術的にほ,ほとんど嘘なんですよねでそれから必ず人間を襲うっていう感じになってますでそんななことないのでで必ずですね このえー、とロボットとかにあの人工知能ていうのは人,人,間が人間が使うものなんでどういう社会を作りたいかっていうのですね明確に描けば描く,描くほど、えー、そういう方向に社会を向かう迎えるはずなんですよね、でそこをあのえ描いてほしいとうう思ってましてそこに僕、コンテンツの力っていうのがすごく効、えー、いてくるんじゃないかなというふうにあの思ってますいました はい、それでは引き続きましてです、ね、サイエンティストのお話の次には、今度はテクノロジー、まあ、いわば、えー、と技術の方で先端を行っていらっしゃいます、えー、富士フィルムの浅見さんにお話を伺いたいと思います。あの浅見さんは、えーと、富士フィルムホールディングスの方の取締役であり、そして富士フィルムの,方の、えーまああの技術を,を見ていらっしゃいます。えー、それでは、 浅見さ,さんどうぞよろしくお願いいたしますただいまあのご紹介に預かりました富士フイルムの浅見でございます、えー 今日はこういう非常にエキサイティングといいますかワクワクする会に招いていただきましてでなんで会社の人間がこういうところに出てくるのかということも含めてです、ね、少し自己紹介的にお話をさせていただきたいと思います。えっと、まず簡単に自己紹介といいますか年代も含めてです、ね、ちょっとどういうふうに考えるバックグラウンドを持っているかというのを紹介したいと思います。 でまず最初にあの少年時代それから高校時代ということでお話しますけれども私1956年生まれ今日初めて人工知能と同い年に生まれたというのを知りましてこれもあの単なる偶然とは思えない非常に運命を感じておりますけれどもあの少年時代というのは大体60年から73年ぐらいいわゆるあの理科少年ということで育ちましてなんで理科なのかっていうとですねあの私たち団塊の世代の下にいるとですね え近所にあの年上のお子がたくさんいてですね大体言い合うと負けてしまうわけですねで悔しいなと思ってで言い合いでは勝てないので実験結果で勝てる理科っていいなというふうに思いましたまあそれで悪意の,の研究者に憧れるというのはまあそういうことであったわけですでまあ高校時代はあの化石採集と天体観測ということを結構夢中になりましてであの こうやって並べてみると、まあ、渦巻きなんですけども、まあ、アモナイトとそれからこれは M51 だったかと思いますけどもあの、まあ、そういう線ですね。で、まあ、こういうところで、えー、古いものそれから未来とかいろいろ気にしてるのを、まあ、何でかなと思ってたんですけども、まあ、これはあのポール・ゴーギャンの絵でですね「えー、私たちはどこから来たか私たちは何者か私たちはどこへ行くのかと」と、まあ、そういう題がついてるもので、まあ、結局あの興味はそういう。 過去から現在それから未来に行くというようなことを悩みながらまあ、えー、過ごしましたで大学になってですね、まあ、やはりここはあの理科系を選ぶんですけれども、えー、まあやはり論より実験結果といいうのを、まあ、続けけていたわけですであの専門はその時は無機化学の結晶構造解析ということをやりましてでその頃は、まあ、やっぱりあの理学があやっぱり、えー、学問とした上でては上で 工学って実用の道具かなと、まあ、思い込んででたわけですでこれはあの修士論文の時に構造解析をした化合物なんですけどもこういうものがあの自然界の中でこう、まあ、自発的にできてくるっていうのは不思議なもんだなと思ってたんですけどもやはりあの、えー、仕事を選ぶということでいうとやはり課題がもっと明確な企業研究者になった方がいいかなということで、えーまあ、天体写真とか好きだったんで写真の会社に就職して 写真観光材料の研究を、まあ、気がつけば25年ぐらいやりましたでそれで富士、まあ、フ,フィルムというのは、まあ、写真がなくなって今いろんなところにまあ興味があるという、まあ、そういう状況になってるんですけども、まあ、そういう意味でこれからどういう地であり科学を開いていくのかということに非常に興味があるということですでここでですね、まあ、あの今ざっと振り返ったんですけどももう少しあのコンテンツを含めた 私のです、ね、経験験と言いますか体験をちょっととお話したいと思い思ますで、まあ、私を変えたサイエンスフィクションでありサイエンスファクトということで,でまずやはりあの物心ついてからですねやはりあの自分中心といいますか自分というものが何かということをまあ考えて育つわけですけれども、まあ、そのうちにあの宇宙といいますか星空なんかを気がついたそういうものがあるんだと思うんですけれども、まあ、その時に まあ一番夢中になったのはですね60年代、えー「少年少女宇宙科学冒険全集」とかいうのがあってですねこれはあの近所の図書館にあったものを借りてきていろいろ読んだんですけれども、まあ、その時あの実はあの非常にまあ衝撃的といいますかあの自分の中でまあ,ある変わる体験をしたんですけれどもそれはもともと宇宙に行くっていうのは自分自身が中心でですねそれであの宇宙に行くということを考えてたんですけれども、まあ、その えー、少年少女宇宙科学冒険全集の中にですね、えー、惑星を調べていったら異星人が作った遺跡を発見するんですねでその時に私は、まあ、非常に鳥肌が立つようなびっくりした思いをしてましてですねそうかと外の外宇宙にやはり知,知的生命体があるんだっていうことでこれがあの非常にコペルニクス的展開というのがびっくりしましてそれから、まあ、SF にのめり込むわけなんですがそのうちにですね まああの中学生の時にちっちゃい望遠鏡を買って土星の輪を見て、えー、あ本当に土星って輪があるんだそれからアポロ11号が月面に着陸するということで月というのはやはりこういう、えー、人が立てる、まあ、そういう天体だったんだそれからあ、まあ、あの2001年宇宙の旅これもまあ衝撃的な映画だったんですけれども、まあ、アポロ11号と同じぐらいちょっと前だったと思いますけれども公開されて。 そういう世界がですねやはりあのボイジャーが間近に木星とその衛星を取ってくるということで宇宙って実在するんだなっていうのがまあその間ずっといろいろ考えてましたそうこうしているうちにですねやはりあの思春期になりまして自分の脳みそというものに興味があったんですけども、まあ、ちょうど70年代にあの安倍工房の「第四冠表記」という、まあ、小説 SF ですけども読みまして。 その中にですね、まあ、59年に安倍工房が書いているんですけども、まあ、電子計算機とか電子計算機を使った予言とかですねかなりあの鋭いことがいろいろ書いてありまして、まあ、今読み直してもですね非常に計算機の本質とか人間の脳と何が違うかというのが非常に分かりやすいものだと思います。それから脳みそついでにですね私あの90年代に「結納論」というのを読みまして、まあ、非常に、えー、まあ あ人間ってあ,あそうかこういうもんなのかということを考えましたでその後ですね、えー、IT 技術がどんどん進歩しまして、まあ、インターネットサイバースペースということで、まあ、非常にあの人間以外のものでこういうものが出てきてきたというのが、まあ、非常にあれですねでまあ一言で言うと現実が最近ちょっっと思っております、えー、とそれでですねこの現実の SF 化っていうのをもう少し、えー、説明したいんですがこれはあのえー 尿道武士の本に書いてある人間の、まあ、感覚といいますか概念世界と感覚世界その間にまあ言語があるということで、えーまあ、概念世界というのは思想であり哲学で感覚世界というのは現実であり科学なんですけれども、まあ、科学技術というのは現実、まあ、論より実験結果という先ほど申し上げましたけれどもこれに立脚しているわけですそれで、えーまあ、もう少しこれを掘り下げて考えるとですね 科学とか工学は現実からですね仮説を導き出してそれを検証するという、まあ、仮説を作って機能法で証明していくとで概念の方は演劇の世界ですから論理の整合性が十分であればいいという、まあ、そういう世界なんですけれども、まあ、あのこういう機能法に対してですね一番大事なのは仮説をどう思いつくかという、まあ、いわゆるアブダクションと言われているプロセスがクリエイティビティの鍵になると。でそのお いうことを考えるとですね、SF っていうのは単なるフィクションというよりもこのアブダクションを加速するツールだというふうにも思えるわけです。まあ、SF で、えー、いろんな仮説を考えるということが加速することになるかなと思います。で、そういうことでですね、えー、まあ、人間というのはまあ生命を中心に脳、知覚運動、環境というふうに考えると、現在さまざまな産業分野で言われているイノベーションというのはこういう形で表せるかなというふうにままとめています。 まあいろんなあのところに出てくるキーワードを並べるとこういうふうにまあ分類されると思うんですが非常にあのこの間つないでるのが例えばインダストリアルインターネット・オスイングスとかですねまあそういうインターネットの世界でつないでいくとますますいろいろなイノベーションが出てくると,ということで実はこういう世界がもうどんどん進んでしまうと 頭より先にと言いますが、現実の方で政府化してくるという、まあそんなようなことをまあ考えるということで、まあ今日はあ企業でいろいろと先のことを考えるにしてもですね、こんなことを考えながらやっているということをちょっと簡単にご紹介させていただきました。本日はよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。<laughs> はい、えー、先端のサイエンティスト、先端のテクノロジー。 扱っているお二人に続きまして先端のいよいよコンテンツ側ということで、えー、皆さん、よくご存知だと思います今、日本を代表する SF 作家の藤井太陽さんにお越しいただいておりますそれでは藤井さんどうぞよろししくお願いします。 え、初めまして。私作家の藤井太陽と申します。はい。今日はこのようにあのエキサイティングで楽しい場所にまあの招きいただいて、またあの壇上に立たせていただいて、すごくあのかあの感謝しております。そして、あの先にあの発表されました。松尾先生と浅見会長のあの素晴らしいプレゼンテーションにすごく。あの金あの。 その後で、えー、こんな話をしていいのかなっていうふうにちょっと緊張してるところですねあのポジショントークということで、えー、あの自分自身のバックグラウンドをちょっと紹介したいと思っております、えー、私あの1971年にですね奄美大島、えー、と生まれたのは鹿児島ですけど奄美大島であの出身、えー、と出世届が出されておりますで奄美大島ってあのご存じない方も多いと思うんですけどもこういうところなんですねあの私にとってはあのこれが大変に教師を誘う風景 でして、えー、あのこういうふうな海と空とであの南の,あの砂浜島というのがです、ね、私の,あのふるさとでありますでそんな日本があるということを皆さんここであの知っていただくと嬉しいなと思いますが、えー、こういうところで育つと何があの私の目に見えてたかというとです、ね、あの台風銀座と言われるぐらいです、ね、毎年毎年い,あのいくつも台風が来るんですが、えー、島のサトウキビがです、ね、毎年毎年倒れにくくなっていくという。 あの品種改良の成果をです、ね、結構目の当たりにすることが、えー、とあったりしまして科学というか科学、ねえー、とそしてあの裕福なあのお金を持ってらっしゃる農家だけがそういういい苗を使えるというです、ね、厳しい経済の現実なんかもその時にあの大変にあの味合わせてもらったりとかしていましたあと鉄道がないので鉄道はもう単純にあの憧れでしたね。 あのとにかく動く機械といえば船とあとあの時々飛んでいく米軍機というふうな状態でしたのであのそういうものがとにかく憧れでありましたあとあのこの頃ろ、えー、JAXA の前身である日本宇宙開発機構が NIN2、えー、型のロケットをです、ね、あの2年に1度ぐらいずつです、ね、飛ばしていることがありましてでそのロケットの打ち上げなどを あの父に連れられていて見ていたのがもうこれ、えー、と非常に原体験としてはあの打ち上げを見たわけじゃないんですけどあの時々こう飛んであのゆっくりと飛んでいくわけですねあの晴れた空だったりとか夜の空だったりとかあれを2度3度見たことがありますねそういうところで宇宙とか、えー、に対する憧れが募っていった次第ですあそしてあの空が綺麗ですので日食流星月食そういうものはもうずっと見ておりました もう本当にあのそのようあの南の島ですと、触れるもの,あの動くものがほとんどないので、えー、そのようなものにあのひたすら憧れていた時期でもありますねあとはあのこのこ頃非常に家にあったのが手塚治虫の漫画「です火の鳥とブラックジャック」これがあの基本的に全部基本的に全部揃ってまして、えー、これをあの他他に娯楽がないものですからひたすら何度も何度も読み返していた記憶があります。 まあ、で当然ですけどあの日の鳥、えー、と手塚治虫さんの,あの作品は「鉄アトム」に代表されるあのロボットの「えー、鉄アトム」が一番有名ではあるんですけど「火の,の鳥ブラックジャック」あたりにもです、ね、人工知能であったりとかあと遺伝子遺伝子じゃないですね生物の改良改造であったりとか、えー、あと生命宇宙というです、ね、宇宙論というふうな SF の基本的な要素がすべて詰まっているような。 作品群ですので非常に刺激を受けましたねで、えー。とにかく技術と科学に対する憧れは非常に大きいところから、えー、あの私自身のバックグラウンドは始まっているというふうに、まああの末野先生からお題を頂い,いてですねあの改めて、えー、感じた次第です。であのその後、東京に出てくるわけなんですけど、えー、東京に出てきてですねあの 国際キリスト教大学というあの大学に入学して結局演劇にはまって中退してしまったんですが、えー、その舞台美術を作った、えー、演劇の方で,です、ね、舞台美術を作っていました、えーっとですね、青年団平田織田さんの青年団に関連する団体のところで、えー、チームを立ち上げてやっていたんですけどその時マキントッシュですね今日も使ってますけど、えー、このリンゴマークのついたコンピューターを、えー、自分で購入しまして。 でそこからあのコンピューータにのめり込んでいきましたちょうど、えー、確か1995年ですねちょうどインターネット革命が始まる前夜というところですで2000年にあの一度入った会社を辞めるんですけど、えー、ちょうどインターネットが広まるときにあのフリーランスとして3年間あの稼ぎは少なかったですけどマッキントッシュマック OS のセキュリティに対してえっ、ー、とですね2つか3つほど大変に大きな あの発,見を発見というか、えーとですね、セキュリティホールを見つけて、えー、世界中から怒られたりとか「あの,すみませんあのゼロで,、えーとですね、2002年にやったんですけど、えー、MacOS を完全に乗っ取れるあのセキュリティホールを見つけてです、ね、当時は IPA に報告しなければいけないというルールも知らず友人と2人で盛り上がってこれは知らせなければいけないとか言ってです、ねうん、英文のウェブサイトを立ち上げて公開したところ。あの 大変にです、ね、各方面からお叱りを受けたという記憶がありましてあの、まあ、当然あの、先にアップルとかです、ね、あのまだグーグルではなかったですけどファイモジュラー、Firefox であったりとかマイクロソフトだったりとかあたりに連絡はしたんですけど直せるわけない脆弱性という,かもう本当仕組みにあの,、OS、の基本的な仕組みに依存するものでしたので直せるわけないだろうと思ってです、ね、返事も待たずに公開してしまったんですがもう本当にあの悪いことをしましたと思っております。はい それに反省しましてその後は普通に問題を見つけたらすぐにあのそれぞれの会社のセキュリティチームに連絡するような形になっていきましたけどそういうふうな形である意味ハッカーみたいなものを動くものあるものを何か壊してみるまずまず分解してみるみたいなところから。 コンピューータをいじっておりましたなので正当的な形であのコンピューターを学んでたわけではないのであのそのあ、えー、とも HTML5 で Twitter クライアントなんかを作ったりとかしてましたけど、えー、これも非常にあ,のあるものはあのその場で動くものをひたすらつなぎ合わせてあの動いて楽しむ動かして楽しむということをやっていたりしましたであのグラフィックソフトの開発式なんかをしてる頃もですね あの研究、えー、3DCG のソフトウェアを研究してあの開発してたんですけどどうしてもやっぱりあの研究の分野で上がってくるあのおそらく正しいあのきっと正しいであろうというふうな研究成果とあの商品のギャップなどあの商品として出せるもののギャップに苦しんだりとかすることはです、ね、多々ありまして。えー 例えばあの光,を光の照り返しまで計算するあの絵を描くソフトなどはですねあの計算量がものすごく膨大で普通のパソコンで動かないとただ研究の,あのアカデミックの世界では、まあ、明らかにそれが最も正しい現実を再現する手法だというふうに言われてるんですけどそれがなかなか取れないというふうな、えー、ギャップに苦しんだりとかしていたりとかしてあのそういうふうなあのところにも、えー、といたことがありまして。でそういういところであの私の、えー エンジニアリングに対する考え方というのがだんだん積み上がっていったわけですねそれがあの東日本大震災があった後あの放射能に対する何でしょう、えー、と恐怖の宣伝のようなものが大変に強く行われている状態を目にしてでもその中でもですねあのきちんと科学的な情報をコミュニケーション伝えることができれば何かあの助けになるんじゃないかと思いまして。 そこで初めてて筆を取っ書いいた作作品があのデビューーのジンマッパーでありますここれ幸いなことにあの「SF が読みたい」で4位であったりとか日本 SF 大賞へのノミネートなどもしていただいた作品でしてでその後第2作目で書いた「オービタルクラウドで」で SF 大賞生文賞などのです、ね、賞をあの取らせていただいて、えー、と今は、えー、日本 SF 作家クラブの会長になっているんですが私が小説を書き始めたのは震災後なので。 まだ丸3年を超えて4年目に入ったところ、たえー、もう丸4年を超えたところですね、はい、ですあのそのように若い、若いとい作家として大変に若いあの私ではありますが、えー、SF、コンテンツ画を代表するというふうにです、ね、あの形で呼び出されまして、緊張もしておりますが、勢、えー、いもあります。あの 人は必ずあの正しくというか、ね、人,人間がです、ね、幸せに生きたいというあの気持ちの強さというのはあの必ず残っているというふうに、えー、信じて作品を書き続けているのが、えー、いますので、えー、今日もそういう楽観的な <laughs> ナラティブで、えー、トークに参加していきたいと思っております。 どううもありがとうございましたえー、先端の,あのコンテンツ本当に藤井さんはわずか 3, 3年で世界的になった <laughs> すごい,言い方ですけれども同じくえっ、ー、とですね先端の科学と技術そしてコンテンツそしてそれらがイノベーションにつながるためには実は えと実業事業にえ展開しなければいけないということで、今回、ですねあの先端的なベンチャーファンドでえ日本を代表する高槻さんにえお越しいただきました。高槻さん、ご準備の報道どうぞよろしくお願いします。えー、高槻さんは、皆さんもよくご存知の新しいベンチャーのいくつをもお育てになった方ですので、そういうことも含めてえご紹介いただければと思いますそれじゃあ高槻さんどうぞよろししくお願いします。 ただいま、ごご紹介いいいたただきまままししし高でざすす今日はよろしくお願いしますあのこの前の3人の方々とはちょっと全く違う立場で参加させていただいてますがこのような場に呼んでいただきましてありがとうございます。あのえーとまあ、ポジショントークということでこれ表紙はこれリアルな写真ではありまして指示じゃないんですけど、えーとまあ、後ほど意味は分かりますが、まあ、クアラルンプールマレーシアの首都の写真でございます。 でえーとまあ、私自身の話からしたほうがいいですね、これあのお手元の,あの資料にもあると思うんですけれども、まあ、今、瀬野先生からご紹介いただきましたとおり、まあ、今、まあえー、ベンチャーキャピタルビジネスということも、まあ、一部やっておりますあの。一部と申し上げたのは、えーまあ、全体としての、会社全体としての、あるいは私としての,その目標というのは、まあ、ベンチャーキャピタリストになりたいということじゃなくてですね、 新しい事業ビジネスを具体化して世の中に広めるというところでありますし、まあ、事業には必ずその、まあ、切って切れないものとしてお金というものが、まあ、そのついて回っていくわけでありますが、まあ、たまに勘違いしたです、ね、金融サイドの人が、ねまあ、自分がそのお金をつけたからなんかその事業が具体化したみたいなことをこうおっしゃる方がいらっしゃるんですけども。 まあそれは非常によろしくないなと思っておりまして、やはりあくまで事業がある、まあ、その先にテクノロジーがいるんですけれども、まあ、その事業があって金融があるということと、まあ、それからその金融というサイドで言いますとです、ね、例えばまあ1億円いるんだというような話のときに、まあ、いろんな集め方があるわけでございます。あの明日1億払わなければいけなければ、1億を集めなきゃいけないんですけれども、その集め方っていうのがまあいろいろあってで、そこを間違えるとです、ね、その事業そのものもひき曲がっていくと。 いいいうことが、えーまあ、数多起きているわけでございますなので、まあ、できるだけそういうことが起きないように事、えー、業をその支えて発展させていくような正しい金融をやりたいなというのが、まあ、今私自身がここに書いてあるような形で進めているキャリアでございますでそれからあの、まあ、今日そのコンテンツそして、まあ、あ SF というようなテーマであるんですけれども、まあ、こういうそのいわゆるベンチャーというところで生活をしておりますと まあ、いろいろなそのベンチャービジネスの起業をする方というのはです、ねえーまあ、大体先が見えているという言い方がいいのかどうかあのものすごく具体的に自分がやりたいことがあのイメージできている,、ね、るから、まあ、その後行動に倒すことができるって話だと思うんですけれども、まあ、そういう人の話を聞くと、まあ、大概にして一般,的には一般人的に受け止めると、まあ、それはなんか SF みたいな話だよねっていうこういう話で。 もうちょっと踏み込むとそれが本当に実現したらいいよねっていうような話になりますなので、まあ、そういったギャップ、まあ、今はないんだけれどもその将来できるだろうというギャップっていうのをちゃんと見極めて、まあ、そこに私の役割でいうとまあ金融をつけていくというのがまあやってることでありましてで冒頭、クアラルンプールの写真があの出ていたのはあのまあ日本と ASEAN あるいは日本とイスラムマーケットといったもののギャップっていうのは非常におもしい。 ギャップになってきていると思っていますので、まあそこに注目した投資、まあ、活動というのをやっております。で、それがまあ、えー、ここにあるようなあのまあイスラム展開で、私もまあこれをやるために日本で初めて、えー、シャリアというイスラム法のですね、えー、の元に運用できるまあ日本法のファンドというのを作ってみたんですけども。 まあなかなか大変で4年ぐらいかかりましたがまあ去年ぐらいからこのファンドに従った投資活動をやっておりますしまあこの投資の中ではまあすぐ思い浮かびますようにその豚とかですねお酒っていうのは難しいんですけどまあそれ以外は大概にして制限があまりないまあ実はコンテンツに関しても若干制限があって女性に対する描写というのは非常にその感覚が違うものですから例えば黒髪が長く た,たなびくみたいなだけでもだめなので、えー、まあコンテンツをもう少しその制限がありますけれども、まあ、大概のことはできる資金ということで、えー、国内外のお金を預かりまして、運用しています。で、えーとまあ、あのちょっと見,にくい見えますかね、えーと、もう少しパーソナルな状況に立ち戻って考えてみまして。 えとどこに住んでいつどこに住んでいてどこに所属していてなどういうコンテンツと接点があったかという表を、まあ、10年単位ぐらいで作ってみましたで、えー、実はですね私の一人前にあの登壇されました、えー、先生がですね同い年だという全然見た目が違うなっていう感じだと思うんですけどもあの全く同い年71年生まれでございます、えー、ただ68年から始めている理由があって、えー、と2001年宇宙の旅さっき 浅見さんの話も出てきたんですけどもあの映画は、まあ、大変なそのインパクトを受けておりますでただ68年生まれてないんでその映画館で踏切を見たわけではなくてですねいやなんでこんなに記憶に残ってるんだろうなと思って今回調べてみましたそしたらあのレーザーディスク版っていうのが、えー、とこの後ろですねこの次のページ、えーとえー、これですね84年,84年にレーザーディスク のその番が出てるんですねそれで、まあ、当時うちにレーザーディスクがありましてそれで見たんだなっていうことがまあ分かりましたけどもそういったことだったんで何度も何度も見ているというものでございますちょっと戻りますとで、まあ、あの71年にですね今広島県の大竹市で生まれたんですが、えー、0歳のうちに東京の駒場に越してきてまいりましてでなので一番ちっちゃい頃は渋谷のプラネタリウムとかよく見に行ったななんていう記憶がありますしえー 東大の駒場のキャンパスに出かけて行って引きがえる捕まえたりとかしてたなっていう記憶もございますで、まあ、父親があの転職をしたこともありまして小学校の1年生に入ったなった後に静岡県の磐田市というところに参りましたで最初はその会社が用意した社宅だったんでまあなんか街中の方に住んでいまして えまあ第2次ベビーブーマー世代ですので、えー、2000人いる小学校でありましたなのでまあ1学年10クラスみたいなそういう大きな小学校だったんですけれども、まあ、その後家を郊外に郊外、まあ、会社に近い方に父が建てましたので小学校4年になるときにまた転校をしてで今度はまあ市内でも最も小さい方の小学校1学年2クラスみたいなのに行きましたでここは非常にその自然環境には恵まれていまして えと岩田原台地の東側で台地、えー、を降りますと田んぼが広がっていて太田川という川が流れていて、えー、学校の帰りにはそこの川に飛び込んで泳ぐみたいなことを夏にはやっていましたし、えー、アユも遡上してくるような川なのでアユを捕まえたり、えー、あるいは、えー、ウナギとかナマズとか捕まえるみたいな、えー、野山を駆け巡る生活をしていたのでこの頃は SF っていうよりもそのもうちょっと理科的な。 のをやりましたしたなんかオサムシを捕まえようっていう研究をして何かの賞を頂い,いた記憶もございますそういう意味では割と利科系っぽく育っていたのですがコンテンツ的にはですねやっぱガンダムの影響はあったやに思います小学校の高学年ではやたらプラモデル作った記憶がありますし映画がだからそうですね小学校の途中でアニメから映画が出てきてそれを見たそしてあとやは,やはり「スター・ウォーズ」もエピソード6だったんだなって話なんですけどこの頃に見ておりまして でその後は、えー、社会人になってからもこの「スター・ウォーズ」シリーズとのを見てます。なので今年もいよいよ来月、セブンがあ,あるということなので楽しみにしているという状況であります。で、中学の頃にその先ほどの2001年、これ英語で言うと「スペース・オーデッセイ」ってやつですけど、えー、に出会いまして、まあ、これは本当に何,でしょう、ね、何回も何回も見た記憶があります。で、高校に入ってからこれはまあスペースボールっていうのはですね、スター・ウォーズのパロディ版なんで、 なんかそんなものも見たりしていてスター・ウォーズも一通り見たなという印象ですがその後ですねえ1年浪人をした頃にですね初めてコンピューターゲームっていうのをこうやりましてでこの「ダーウィンズ・ジレンマ」っていうのはマッキントッシュのゲームです当時のアップルのそれでえとなんかまあ細胞からずっとパズルを解きながら えー、迷路を解くみたいな感じなんですけど、そのおまあ中のそのお細胞が2個くっつくとより大きなあの多細,多細胞生物になって最終的にはあのチンパンジーが2つくっつくと人間になるっていうそういうパズルなんですけど、まあそれをその徹底的にやり込んだっていう記憶があります。まあでも無事に大学に入りまして大学入ってえっ、ー、とまあ経済学部なんですけど、その軽量経済学っていうのを、えー ししましたので大学の3年生の時は、えー、週のうち5日間はほぼ大学院棟にあるコンピュータルーム当時はまだ大型計算機ですのでそこに入り込んでおりまして、えーまあ、ずっとそのコードプログラムを書いて計算するというのをやってましたで先ほどのその浅見さんの話を見てておおと思ったんですけど当時の僕たちのいたゼミのテーマっていうのは マクロ経済学の理論を実証的に分析するっていう、まあ、理論と実証みたいな話をしておりましてで、えーとまあ、教授から散々叩き込まれたのは理論なき実証に意味はないということですなので当時はその頃からコンピューターの話も出てきていてまさに Mac マキントッシュとかもその大学に置かれるようになってきた、まだ Windows が出る前な、95が出る前ですけど、だったんで、えー、時系列分析っていうのがこう流行りましてですね、データをだーっと並べて、経済的なデータを並べて、それを分析する、そういうのが出てきたんですよね。で、まあ、あの僕の教授はですね、それは、あれはまあ理論がない実証だみたいなことでその、えー、非常に意見対立しておったんですけども、まあ、実際、その当時得られた程度の、 データ量ですと教授が言うとおり、そこにあるデータから得られるものは非常にその薄かったなと思います。ただし、最近その行動経済学とか最先端の金融周りでも状況が変わってきておりまして、ものすごくその細かいデータがまあ、今風に言うとビッグデータが 簡単に取れるようになっておりますしそれを解析するそのコンピューターさっきその松尾先生の話にも GPU を複数使って大変な計算をするってありましたけどまさにそんなことが簡単にできるようになってしまったので今は状況は違うと僕は思っておりますしそのこの95年ぐらいの世界では分からなかったことがデータから語れるようになっているなというふうに思っていて。 まあそういういでもその大学の頃のその SF 的な世界がまさに浅見さんがおっしゃったように現実化しているなというふうには思います。でまあ、そんなこんなで,です、ね、割と文系のわりには理科系っぽいことをやって大学を出た後にあのまに大学の時に財閥銀行にはまったせいかどうか知りませんが銀行に入りましてで、えー、銀行の時は最初はまあいわゆるその貸金あのお金を集める方それから貸金貸し出しの方を を一通りやってです、ねまあ、あのいわゆる伝統的なバンカーとしての教育を一通り受けたんですけれど途中でどうもあいつはなんかあの確率とか統計ができるんだって話がばれてしまいましてそういう仕事をやれというふうに、えー、といつかな98年後半ぐらいから切り替えさせられましたでやっていたのは格付けを作るってやつですね皆さんもその銀行今時の銀行は校内格付けっていうのをやっているなんて話を 耳にしたことがあると思いますけれども、あれの,そのロジック、モデルを作るというのをやっておりまして、まあ、再びその嫌だったんですけど、数字に埋もれる日々というのをやりました。でそうこうしているうちに銀行が統合しますという、みずほになりますって話になって、みずほのモデルも作れと言われましたので、みずほのモデルを作ったところで、えー、次の世界に出ようと思ってやめた、まあ、その出ようと思ったのはさっきの,その事業と金融の関係で。 えー、もうちょっとちゃんとした金融やりたいなと思ったとっいうことなんですけど、まあ、まさにそのタイミングが2001年だったんであの映画の2001年は全く、えー、まだ現実化していない状況だったんですけどもその、まあ、2001年「ア・スペース・オデッセイ」っいうの僕の中ではですね2001年「アドベンチャー・オデッセイ」って感じでそこからまあベンチャー、まあ、ベンチャーの世界っていうのはアドベンチャーみたいなもんなんでそれが始まっていて今に至っていると。 でまあ、若干その、まあ、その中で大変あのいい形で成長しているベンチャーとしては、まあ、おそらく皆さんももしかするともうお口にされたかもしれませんが緑虫、最近ずいぶんいろいろなムシ食品が広がっていますけれども、まあ、あ,れあれをです、ね、ひよっこベンチャーの時代から一緒に、まあ、今でもやらせていただいていますがやっておりますしその後は今、最近の話題でいうとアベジャーというですねあの、まあ まさにこれも松尾先生からいろいろなアドバイスをいただいているベンチャーなんですけれども、まあ、ディープラーニングのテクノロジーで画像認識等を活用しながら小売業の革新的な変化をさせようじゃないかというところを今、取り組んでいるベンチャーをやっていまして、まあ、今週もその東急さんから賞をいただいたので東急のいろいろな施設で実験もさせていただけるということで、まあ、あ SF チックなことを具体化していきたいなというふうに思っている状況でございます。はい、以上でごござざいいまますありがとうございました はい、それではあの皆さんのポジショントーク、一通り終わりましたので、えー、と4人のパネルリストの方に壇上に上がっていただいて、えーと、パネルディスカッションに移りたいと思います。それじゃ皆さんよろししくお願いいたします。